はい、それでは新人ジョッキー山本屋泰造騎手の記者会見を始めます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。司会進行は園田競馬実況アナウンサー三宅公人です。私の方からまずは代表質問という形でいくつか質問させていただきまして、その後記者さんなどから質問をいただこうと思っております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。NAR の卒業の時にもこういった形で記者会見ありましたけど、はい、なんかちょっと雰囲気違いますか、また一人で喋るっていうのは。そうですね、ちょっと緊張があって、はい、緊張してます。そうですか、はい、はい、じゃあまずは騎手を目指そうと思ったきっかけから教えてください。はい、僕が騎手を目指すようになったきっかけは、小学3年生の頃に、体験乗馬をして、そこで初めて馬を知って、でそこからもっと知りたいなと思って、で地元の川崎競馬場に、はい、騎手を見に行った時に憧れて、すごいかっこいいなと思って、僕も一緒に仕事したいなと思って目指すきっかけになりました。じゃあもう体験乗馬からすぐにもう行動を移した感じなんですね。はい、そうです。で乗馬経験7年ってことは、もう10歳の時からもうまさにその小学校3年生ぐらいから乗り始めたんですか。はい、はい、そうです。で、ご家族には競馬関係者はおられますか。はいないです。そんな関係者が全くいない中から飛び込もうと思ったのは、はいはい、改めてどんなきっかけといいますか、思いがあったんですか。そうですね、まず川崎競馬場で騎手を目指した時に、まあ絶対になるんだっていう気持ちが通じたのかなって思っています。現在の兵庫のジョッキーの中では、はい、一番出身で東なのが長井騎手の愛知県、そこから東関東のジョッキーというのは本当、はい、ね、今はいないんですけども、はい、なぜこの遠く離れた関西の地でジョッキーになられたんですか。はい、僕はもともと地元の川崎が第一志望だったんですけど、まあ、ご縁がなくて、そこで兵庫県の園田競馬場のホームページを見て、毎週開催があって、それでたくさん乗れるなって思って、技術高めるためにはやっぱりたくさん乗れる園田競馬場にしたいなと思って、園田競馬場を選びました。その中で坂本和也厩舎に所属することになりましたけれども、はい、その坂本先生にお世話になる経緯というのはどういったものがありましたか。工房で、はい、手を挙げてくださって、はい、ジョッキー卒業、学校卒業決まって、ジョッキーで決まりました、はい、ご両親からは何か声かけられましたか。はい、もうすごく応援してもらっていて、はい、まずは怪我だけせずに無事に回ってきてほしいと、はい、言われました。現段階でのご自身のセールスポイント、強み、どういったところでしょうか。はい、まずは誰にも負けないっていう負けず嫌いなところがあると思います。今年の目標はありますか。はい、まずはできるだけ早く勝ってレースにも慣れていきたいなっていうことと、あとは減量を生かしてたくさん、はい、乗って勝っていきたいなって思っています。今度は大きな目標、将来的にどんな騎手になりたいか、夢というのはありますか。はい、まずは園田競馬場のトップになることです。あとはできるだけ多く勝って重賞もたくさん取れるようになれたらいいと思っています。その重賞の中で特に勝ちたいレースなんかはあったりしますか。はい、僕は園田金牌を勝ちたいなと思っていて、賞金も高くて3000万、はい、高くて、その夢があるなって思ったので勝ちたいなと思います。明日デビューを控えて今の心境というのはいかがですか。はい、まずは少し緊張するところと、あと周りから期待されるなっていうところのプレッシャーと、あとはワクワクしているところが少しあって、で自分も早くレースに慣れて、で早く勝ちたいなって今思っています。明日の方の意気込みというのところを一つお話いただけますか。はい、わかりました。まずは減量を生かして、まあ、たくさん早くゲートを出て、誰よりも強い気持ちでレースに臨みたいと思います。なので応援よろしくお願いします。山本屋泰造騎手の新人騎手紹介式を行います。皆様大きな拍手でお迎えください。山本屋泰造騎手です。山本屋騎手は2005年の12月6日生まれ、神奈川県出身の17歳です。勝負服は師匠の坂本和也調教師が現役時代に着用した勝負服に、袖に一本輪を加えた服となっております。その山本屋泰造騎手にまずは
一般社団法人兵庫県馬主協会小島幸美事務局長から記念品が贈られます。お願いします。記念の鞭が贈られました。デビューおめでとうございます。続きまして兵庫県競馬組合坂本義和副管理者より花束が贈呈されます。明日デビューを迎える山本屋大蔵騎手です。明日の第3レースが最初のレースと予定されております。おめでとうございます。まずはデビューおめでとうございます。ありがとうございます。ではまずご自身で自己紹介をお願いします。はい、4月13日明日からデビューする坂本和也厩舎所属の山本屋大蔵です。今日はよろしくお願いします。大きな声も飛んでます。ありがとうございます。頑張ります。目標とする騎手というのはいかがですか。はい、まずは吉村騎手です。園田競馬場のリーディングジョッキーで、自分もすごく尊敬する騎手なので、そこを目指して頑張っていきたいです。兄弟子の竹村騎手、それからもう一人大山龍太郎騎手もね、いろんなアドバイスをくださってるんですよね。はい、尊敬する騎手に恵まれて幸せです。ご自身の目標というのはいかがですか。はい、僕の目標はまずはレースにすぐに慣れて、すぐに勝てるように減量を生かして頑張っていきたいです。現段階での自身のアピールポイントどうでしょうか。はい、僕は自分で負けず嫌いっていうことがすごく分かっていて、はい、まずはその強い気持ちを生かしてゲートをすぐに出て、減量を生かしてすぐに先頭に立って、そのままゴール切れるように頑張りたいです。明日デビューを控えていますけれども、今の心境というのはいかがですか。まずは緊張をちょっとしているところと、あとワクワクしているところがあって、明日自分にできることをすべてやって頑張っていきます。明日第3レースが初陣となります。では明日に向けてファンの皆さんに一言最後お願いします。はい、明日は第3レースがデビュー戦で、僕も少し緊張しているところもあって、まずはそうですね、ゲートをしっかり出て先頭に立てるように頑張っていくので、応援よろしくお願いします。明日デビューを迎える山本屋大蔵騎手です。もう一度大きな拍手お送りください。デビューおめでとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。